爆笑太田の身体質問に石破首相ピシャリ、言及すべきと私は思わない。お笑いコンビ、爆笑問題の太田光が27日、TBS 系の選挙特番生放送に登場。厳しい結果を突きつけられている自民党の石破茂首相に、集計で様々な質問をぶつけた。太田は、自民党が裏金問題などで非公認にしていた候補が代表を務める政党支部に2000万円を振り込んでいた問題が選挙区を大きく分けた可能性を指摘。一般国民は、制度的にこれ、2000万円の振り込みが問題じゃないんだ、ってことは理解できるわけないじゃないですか。今、このタイミングで2000万を支部に配ったら、その支部長は選挙に使うんじゃないかって少なくとも思っちゃうんですよと、世論を代弁すると、石破首相は、いわゆる文書交通費にしても、政策活動費にしても、一体何なんだこれはと、国民は思う。我々、プロの世界では、なるほど。そうだねという風に理解をしているのだけども、それが有権者の方々に分かっていただけてるかっていうと、それは全然そうでもないとあくまでも党の説明不足に問題があったことを強調した。次に太田は、過半数割れが現実的となった厳しい結果に、やっぱり政治家って言葉が命ですよね。結果が全てですよね。そうすると、石破さんはこの先どうされるおつもりですかと首相の責任を追及。これに対して石破首相は、今、この瞬間もね、開票速報をじっと見ておられる方がおられるわけですよ。そういうような段階で、そういうことについて言及すべきだと私は思わないと明言を避けた。また、本選挙で躍進した立憲民主党と手を組む可能性について聞くと、政策として強調すべきことがあれば、それは躊躇すべきじゃない。そこは政策ごとにどうやって国家国民のために強調していくかと前向きな返答があった。